緒に。はい、どうもこんにちは、こんばんは、グラシアス、チャオ、アディオス、ブロノーチェス。ですね、愛のサーガっていうシリーズ、映画シリーズの愛とニコっていう映画でマドリッド国際映画祭ノミネートされてたんですけども、主演女優と外国部門の主演女優、助演女優、あと最優秀作品賞もノミネートさせていただいてありがとうございます。で、今ちょうどマドリッドのホテルで先ほどセレモニー授賞式があったんですよね。で、その3つのノミネートのうち、なんと主演女優ノミネート受賞しました。おめでとうございます。その画像も一応撮ったけど、流すかどうかちょっとわからないんで、今改めてちょっと部屋で、撮らせていただいています。お願い、清田美穂さん、まさに愛とニコの愛役で、その出演の時中学2年生だ、まあ1年生から2年生のぐらいだったと思うんで、撮影時、今もう高校生になってもう少し大きくなったんですけど、小学生の時から知ってる美穂ちゃんが、そうですね、愛とニコの雨の多い撮影頑張ってやって、その成果というか、結果が女優賞ということで、本当に嬉しいし、おめでたいなと思います。ちょっと今回マドリッドまで来たいって言ってたけど、なかなかスケジュールや、まあこれの問題もあって、なかなかちょっと難しかったんで、まあ未成年ということもありますしね、飛ぶのはマドリッドより遠い、スペイン遠いんで来れなかったんですけど、代わりにこれ持って、日本東京に戻って渡したいと、手渡したいと思います。彼女もまだ15、16歳なんで、これから未来先長い、まあ俳優人生になるとね、まあどうなるか未来っていうのは分からないもんですけども、これを一つの過程にしてもらいたいし、自分もすごい過程になりますし、周りのみんなも支えでできてる、一人で演じるもんじゃないから、本当にみんなのコラボレーションみたいなもんなんで、映画っていうのはその成果が、まあ彼女が集約して一つの賞をいただいたと思ってます。ノミネートね、実際ね、もう難しいと思ってて、受賞本当は、もうね、女優賞は本当に競争激しくて、さっき数えたんですけど16人海外の精鋭たち、まあ日本の女優さんもいましたし、そういうのもまあ押しのけてというか、まあ、結果的に16人のうちでトップに、映画はトップとかその順位付けではないですけども、まあ一つの、まあ、評価だし、これを糧にこの映画自体、または彼女自体がね、羽ばたいていけばよりいいんじゃないかな、そのきっかけに、また別に取らなかったそうやって方もそれを糧にして、これから演技っていうのは続いていくんだし、次のまた違う作品に生きていく、僕自身も生かしていきたいなと思ってるんで、いい作品を作ってより羽ばたいていきたい、でより未来にもつないでいきたいと思います。ちょっと恐縮ながら、ちょっとお酒回っててベラベラ喋ってますけど、ということです。本当にみんなありがとう、スタッフもみんなのおかげですね、皆さんのおかげで、まあ言わないですけども、そのファミリーとかも含めて家族とか、おかげさまです。本当にありがとうございました。グラシアス、アディオス。